沢関の城から1947年5月21日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍造兵創官。幕末期の幕臣、明治期の海軍教官、沢太郎左衛門の長男として生まれる。1873年11月、軍医予科生徒となり、1876年9月28日、海軍兵学寮上危機関課生徒となる。 1881年7月、海軍機関士服に任官。同月、不装乗組となり、畜子乗組、水雷局在勤などを経て、1885年6月、海軍省機関士に進級。長浦水雷局在勤、海軍省管制局勤務を歴任し、1887年12月、海軍大義士に進級し管制局兵器係領となる。 海軍省、第1局第1課次長、軍務局第2課課領などを歴任し、1894年12月、海軍省議官に進級。1896年4月、海軍造兵召官に任官し、軍務局兵器課課領を経て、1897年12月、海軍造兵中官に進級。1899年2月、 クレ造兵省製造課長となり、同年9月、海軍造兵大元に進級。1900年2月に造船造兵監督官として、イギリスに出張し、1902年4月に帰国。翌月、東京造兵省庁に就任し、ついで海軍造兵省庁となり、1906年11月、海軍造兵総監に進級。 1912年12月1日、完成本部出資となり、1913年1月25日に、退名。同年7月25日、予備役に編入された。後に、日本赤十字社理事を務めた。著作、海軍70年師団339ページから343ページにおいて、海軍造兵総監。 原田総介から伝えられた話として以下のような経緯が記載されている。明治2年にイギリスよりエジンバラ王子が訪問する際にイギリス軍学隊長フェントンから日英両国国歌を演奏しなくてはならないので日本国歌はいかなるものでよろしいかと接班係に問い合わせがあった。当時国歌というものがなかったので担当した原田が軍務官に問い合わせたところ応対した。 河村住吉は、良きに図らえと、剣もほろろの挨拶であった。原田が戻り接班係で協議したところ、係員の一人、奥骨太郎大津の提案で、現在の、君が世の歌詞が、さらに、薩摩美和歌の宝来山という古歌の節を採用し、フェントンに作曲させて、国家、君が世が出来上がった、としている。近年も、この、沢の記述を引用し、 君が世の由来とするものがある、海軍兵学校一等教官、近藤誠即居50周年記念の伝記。沢は、幼稚者の思い出と題して寄港。13歳から、工業義塾に通学し、近藤誠に教えを受けた思い出を書いている。海軍中将、竹内重俊司会、海軍中将、中里茂次、海軍少将、日暮らし豊俊。氏。 海軍少将、向井田金一との座談明治以後日清戦争までを分担執筆している。ありがとうございます。